はいどうも皆さんこんばんは、ヨユです。今回はですね、 DLC で追加される新スーツ3つが発表されたので、そちらをご紹介していきたいと思います。ご存知の方も多いかと思うんですが、3つのスーツ、そして本日17日ですね、ニューゲームプラスのアップデートが来ると発表がありました。で、今回 DLC で追加される3つのスーツなんですが、スパイダーマン UK、 そしてオリジナルの以前ご紹介したあのスーツと、2代目スカーレットスパイダーのスーツ、この3つですね。他のゲームでも出てきたコスチュームなので知ってる方多いと思うんですが、あれ結構かっこいいので早く使ってみたいですね。スーツパワーはどんな感じになるのか非常に気になります。 UK もどんなことになるのか、スーツパワーなしなのかな、どうなんでしょうね。そこのところちょっと気になるところです。そしてニューゲームが来ますね。そして難易度追加もあったみたいなので、スペクタキュラーからさらに1個難易度が高いアルティメット、このアルティメットと追加トロフィーも来るみたいですね。問題がちょっと一つありまして、ニューゲームプラス追加されるんですけど、ニューゲームして DLC が果たしてできるのかっていう問題があるんですよね。ある程度進めてないとできないのか、ゲームをクリアしてないとできないのかっていうのがまだ分かってはないので、それが分かり次第ニューゲームを進めてもいいですし、すぐクリアできる場合すぐニューゲームをしてもいいかと思います。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、グッバイ。